はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますドンキスマイフットツーライブツアー 2018U&MI エクストラヤミー今日なんと10本目でございます皆さん本当に、えー、ずっと見てくださってる方ありがとうございますもうねでもねあっという間ですねもう残りあと244やまだ結構あった。 いやよかった、えー、もうなんかこれねどのグループのやつも見てて思うんですけどだんだんこう数が少なくなってくとここまでも本当にいろんな構成演出で、あのーまあ、私なんかね本当に初めて見てるんですけど全然飽きずにここまで見させていただいててねあっという間の10本目なんですけども前回はもうクリスマス食満載の「ホーリーナイト・ウィズ・ユー」それから「君のいる街」という2曲を聴かせていただいて今日はですね スノードームの約束それから読み方ねコネ、ね、クッションじゃないかな C-O-N-N-E-X I-O-N 大文字はいもう読んでても言えないですけどこの2曲いってみたいと思いますそれでは行ってみましょう再生えっとね1時間1分25秒のところから DVD D を続き再生ポンさあ今度はスノードームの約束結構ね皆さんコメントで書いてくれてたんですねこれ聞いてほしいですよっていう。 お藤川くん最初のエッジボイスえー、北山くんとこの二人がメインで歌うやつからね僕が君を知ってる藤川くんそんなふうに言えたらいいなそう言えるまであとどれくらい白い息を吐くのかな冬は苦手だったけれど北山くん こうして君の手が不意にポケットにしの…みんなくるっと回って綺麗に春今まだ来ないでなるほどこ独と孤と,と恋する賭けが藤,藤川君のドームを暖かくする僕の想いは溶けばしないよあ悲しい今日が はじまる Forever いいね藤川くんきれいきれいな高音出てる会うからなれない方がすずつついたよ僕は忘れないいつまでも愛しい足跡いいね北山くんあらすのたまで今宵を全部 打ち込めていいね北山君見つめてリズム難しいこの胸で玉森君やなやかせるよ二人のスノの音いいね聞かせますねこれは藤ヶ谷君北山君後ろジュニアが出てきて黒い洋服でシャンシャン鳴ってます真っ白な雪 真っ白な未来「これから2人が始まるんだよ」「君の好きな色と僕の好きな色を」「重ねてあいてくポケット」「手を握りしめた」いいね教会みたいなステンドグラスの映像になりました後ろ。Forever <うわ> <laughs> 藤ヶ谷君、バーんきれいにいなくなりましたよ、声が。みんなですごい、7人で。いつまでも、い愛しい足跡を空に遡るか,かな傷つき、傷つけて、したくない言葉で知ったとしても。 信じられたのさ永遠の想いを僕はこの手を離さない少し早いですけど宮田くんが皆さんと一緒にクリスマスできてよかったですメリークリスマス麗なカツです宮田くん素晴らしいいやーいいですね今のは聞かせましたねおなんか映像がまた流れましたよ さっきのいろんな色の丸ちゃんがソレに乗ってすごい勢いで月に帰ってきましたよ。あそのなんかお城みたいなとこ来ましたね。お城の中のこう通路を通ってあローラースケート入ってるみんなコロコロコロってこの音がしてんだかああー,やーってみんなかわいい声出してますよ。どういうなってくのこれ。 千賀くん横尾くん藤谷くんの絵があたダただ,だ,だーさあ次はまた赤緑ピンクがまたその絵画をパッと撮るとここに宮田君と、えー、玉森君の写真が写真じゃない絵が飾られててなんか銅像みたいなんねこの7人のさあオレンジの子と水色の子が水色の子が読んでる「やうやうあら千賀君と横尾君がまた並んで。 た,ったたったたたじゃん、たた七個がキャキャキャッキャつお今度は北山くんとあ藤川くんこれなこれあれじゃないこの後そのユニット的なことをやるよみたいな紹介じゃないですかもしやどう私の読みだってこの後と七十億ものにあるもんね一番最初に先に見た今千賀くんと二階堂所の写真あったもん。 ええかさあこれでおっ横尾君がねなんか派手なピンクのストライプの何あれ青色のなんかいろんなまん丸の柄がついたとこにそしてあら藤川君もまた派手なジャケット着てサングラスで椅子に座ってますよ。さあまたなんか誰か電話しました藤川君。スマホで「戦学に電話しました」。 サングラスを下げてクールなフェイスリッチなライフアメージングなファッションセンス後ろになんか説明が出てますそんな完璧な俺ら3人に一つだけ欠点があるあこの3人のユニットだそれはパートナーがいない今日もその運命のガールをあちょっと読み切れなかったカシャーっと写真がた <laughs> 左側向いてカシャーみんなサングラスでね派手派手なジャケット着てるんですけどさあ3人が並びましたよ千賀君と藤く君前で後ろに一人横尾君ドゥルッドンドンデン,デン これがコネクションななのかな3人がヘッドセットマイクで目を閉じたら見えてくる千賀君、oh, <yeah. S 1> お h yeah きれいなビブラートおいえいやいやわっ腰が動いてみんなキャーですあの時からずっと千賀君いいね忘れることとかできないから藤ヶくん I'm sorry エブリ a ナ yeah, yeah. ただ君なしでは綺麗なライトがバッとさあ藤学あいや難しいね水くすらあの頃に戻れたらああいまたにといるのわわいいね尖画太い声泣かない手であの夜をとしてあけ You got connections me. かっこいい。ジャケットを開けたり閉じたり。Baby You got more connection to me。いいね。開けてみたくない。Oh, baby いいね、藤川君。ベイの発音。Connection, to me. Connect ion, connection 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 かっこいいよ。後ろのジュニアもみんな黒いスーツにサングラスかけて。 コネクション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 うぅ扉開けて閉めるような動きあこう言葉フェイクかなだとやすけいちゅう横尾ラップっぽいよケンナ待ってる笑ってる偽りのあらべたらくとギビチューなななななな私からは言えないのアミアおう二あみせあきつきおお二科学院その先もうや カナダに正直に置いて You get a connection to me かっこいい。何このかっちょいいベースの歌。Baby!You got to make connection to me. あけてみたくない。あけてみたくない。高い音。Baby! <laughs> いいね。Baby の発音藤川君めっちゃいい。Connection to me。千賀君みんな。 運命を感じる瞬間ってど,ど,どんな時俺は唇と唇が重なった時 <laughs> キャー顔と性格なんて関係ないやん大事なのはサウンドだうわどんなサウンドかって <laughs> 注意した横尾君俺は女と料理目がない今日はどうやってみんなを調理しようかと横尾君ゆでるはあ違うな焼く それも違うなあトカス <laughs> いい顔で言うなあ藤川君みんなすごくおしゃれなファッションなの、ね、でもなんだか俺はその中が気になってしまうわえー、キャーって言ってますみんな俺がその中の色何色が好きかって絶対コーン <laughs>

面白いコンセプトの曲ですね。ベイベー藤川君のベイベーいいね。コネクショントゥーミー。開けてみたくない。後ろ向きからこっち向いて千賀君の <laughs> 顔ちょっと面白かったね。いやーなんかまた全然テイストが違う曲でね。これ面白い歌ですね。それぞれね、あのセリフが私は全部繰り返させていただきましたけど、あって。えー、いやもうあの、<laughs> 藤川君のやっぱ、ベイベーが。 いいね、ね。の発音が、ねえー、でも横尾君もちょっとね歩きながら歌ってたりしてあの声も、ね、しっかり出てますけど横尾君はあの歌ってる時の声がね歩くとちょっとだけこう揺らぐあたりがちょっと人間っぽくていいなと思いますけどはいで千賀君のね声もなんか歌った時うわーって高い音出す時にやっぱりグッと重心が下がってねしっかり腹筋背筋を使って出してるあたりが、まあ、基本しっかりしてるなという。 感じをしますけどいやこの3人でこういうユニット曲があるというのはねもう全然知らなかったので非常に面白い時間でしたね。なるほどはいということで今回はですね、えー、これ多分ユニット曲コーナーに入ったと思うんですけどまず「スノードームの約束の」のもう北山君と藤川君の、まあ、特に藤川君のやっぱ高いところのロングトーンのね良さもありましてこれはほんと上質な記き応えのある曲でありました。 ということでまたね、えー、次回は、えー、明日続き、えー、お話しさせていただきますので今回はこんな感じで皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。